そして最後に、これもね、すごい機能なんですけど、これでハンズフリー通話ができるということみたいなんです。多分ね、車の中とかの、あそこにこう、前のとこにこう、運転しながらね、前のとこにこう、貼っつけておくんだろうね、ペタって。で、その状態でこう、電話できるっていうことなんですけど、ちょっとね、やってみる？これでね、電話すればいいのかな？別に俺友達とかそんないないからね、ちょっと母ちゃんにかけてみようか。母ちゃんにちょっと電話してみます。これで出んのかな？出るかな？母ちゃんは出ませんでした。もしもし？あ、もしもし？はいはい。あ、聞こえる？聞こえる聞こえる。ですね、今動画レビュー中なんですけど、今出演、動画出演しています、お母様。ラッキー。聞こえる？聞こえる聞こえる。ちゃんと鮮明に聞こえる？めちゃくちゃ綺麗に聞こえるよ。今ですね、これ動画で母親と喋っております。こういう風にですね、こんにちはって言っております。僕のハワイ動画で主に活躍したですね、母親、リンク貼っておきますので、よかったらハワイ編の動画を見てみてください。今、お忙しかったですか？今、仕事中です。仕事中です。では最後に、動画を見ている皆さんに、瀬戸の母親として一言お願いします。はい。皆さん、こんにちは。瀬戸の母親です。いつも僕の息子もお世話になってありがとうございます。これからもよろしくお願いします。まともなコメントありがとうございます。もっと変。電話出ないと喋りにくいよね。というわけで、お母様、ありがとうございました。これ、たとても見れるの？アップしたら見れます。あ、そうなんや。また、動画にも連絡しますので。一応、綺麗にしといて。動画の顔とかも一応出すようにしとくので。編集して綺麗なの出しといて。では、やっておきますので。声も編集しといてください、綺麗な声に。今すごい大音量で、うちの中に響き渡ってるよ、声が。というわけで、こういう風に電話ができてしまったりするということでした。じゃあ最後に、さよならっていうのをお願いします。バブ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 。よくわかりませんが、お母さんでした。さよならさよならという感じですね。電話もできちゃった。今僕これ手で持ってましたけど、本当はね、ハンズフリー通話だから、これ手で持っちゃったら本当にね、もし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 って、ね、意味ないから、だったら iPhone ってかけるよっていう話だって出てたんですから、これは、なんかどっかに置いて、で、これね、なんかね、これ見ると、電話を受けることもできると。だからこのさっき言った、ここの押したりとか、この右とか左とか、これをなんか駆使することによって、まあ、押すだけか。押すだけなんですけど、電話に出ることができると。すごい機能ですね。はい。今動画レビューで何回もですね、つけたり剥がしたりして、この下のスタンドパッドがですね、ちょっともうね、粘着力が弱まってきちゃったんですよ。なのでちょっと試しに、この湿った布か、これで拭いてみたいと思います。こんな感じで、なんか糸とかついちゃったけど。粘着力が戻ってきた。拭けば、またね、ベトベト感は戻ってくるので、またくっつけられますね、地面に。いいです。いい感じです。実はですね、ここに天板がありまして、うん、いいっすね。おお、頭にくる。はい、というわけでですね、ちょっと音量下げようか。キングジムさんの Bluetooth 式振動スピーカー、レビューしてまいりましたけど、僕個人としてはね、今回のこの動画レビューすごく楽しかったです。まさかね、こんなにスピーカーがね、地面に置くだけでこんなに振動するんだっていうのも分かんなかったし、なぜか母親に電話して母親が出るというね、こともありましたし、しっちゃかめっちゃかなのかもしれないけどね、まあこんな感じで終わろうと思います。スピーカー自体はすごくいいと思います。僕もこれからちょっと使わせていただこうと思ってます。よいしょ。はい、最後に言い忘れたこといくつか。こちらですね、上から高音、下から低音の 2way サウンドって書いてありますけど、こちら 10W のモノラルスピーカーでございます。そこはご注意ください。あとですね、このスピーカーと例えば iPhone みたいなものをですね、Bluetooth で接続して、そのリアルタイムでこうドラムをバンバンバン叩いて、これで聞くっていうのはね、ちょっとやっぱ、Bluetooth は遅延があるので、そういうのは、やっぱ難しいと思います。やるとしたらですね、プラグインのこれでね、線で接続すれば大丈夫かな。あと、やっぱりですね、これはプレゼン用ってことなので、例えばもうここでね、YouTube とかを再生して人に見せたいとか、音楽をちょっと聴いてもらいたいとかね、そういう時に、
使うといいんじゃないかなと思いますね。なんか人に見せたい映像がある時って結構ありますよね。あの動画面白いんだ、ちょっと見てみてとか、でイメージを伝えるためにちょっとあの動画見てほしいんだっていうのとか結構あると思いますけどね。そういう時にね、やっぱりぴったりなんじゃないかなと思います。こういう感じでね、テーブルに置けばすごいいい音になるから。10秒経っちゃってるよね。開ける前にこういうことするからダメなんだよね、うん、臨場感がある。10秒チャンスとか言ってる、それをやめろよって話なんだね。はい、というわけでですね、キングジムさんの9月28日発売の新商品、音の力がプレゼンを決める Bluetooth 振動式スピーカー BTSP10 でした。じゃあなー。もちろん MacBook Air でも使えます。こっから鳴ってますよ。ストックしてから鳴ってこれかけないわけじゃないですから、こう指でこうシュシュシュってかけちゃいますから、いつの間にかじゃあのこれくちゃくちゃになっちゃってる、これになってますね。はい、以上です。ごめんごめん、急にかけちゃって。お前びっくりしたわ。以上です。はい、わかりました。じゃあお仕事頑張って、はーい。